さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。今日もやりましょうか、ペーパーマリオ RPG です。さあ今日のガチャの時間です。さあ今日のガチャはドゥルル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 、当たります。全然当たんねえけど、どうしてだよ、そろそろ当ててくれ。さて今日の動画なんですけど、今日はねついにここの依頼ですね、依頼屋さん、ここのクエストをね完全完璧ウルトラデラックスハイパー攻略していきたいと思います。さあたくさんクエストがありました。全何十個かわかんないです。もうたくさんです。あったらもうあと2つとなりました。ということで残り2つもやっていきましょうか。まずはコックさんから、料理に使う食材を届けてください。欲しい食材は次の3つです。黄金の葉っぱ、卵、トロピコマンゴー、リトルティエスプロスプラスで待ってますよ。おいえい。え、卵ちょっと一応聞いとこうか、これ。ねえ、買います。卵は不思議の森。チンピカの木からの黄金の葉っぱ。持ってたよね、1枚ぐらい。黄金の葉っぱ。オドロンジーにある黄色の木ってあったっけ、どこか覚えてないけど。廊下にお好き。あ、あそこか。上の奥のとこでね、持ってる。不思議な卵はプリン族とプニコが持ってる。クイズしたらいいんだよね。マリアはピーチ姫が大好き。ね、トロピコマンゴーはトロピコ。アイランドの池のそばの木になってるぞっていう。オッケー。これはね、ちょっとトロピコマンゴーだけ多分持ってないと思う。小豆屋さん見てみるか、一回。さあ、このために取ってた食材があるんすよ。で、タンコブ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 多いな。あった。不思議な、あ、トロピコマンゴー。あ、全部ある。俺、優秀。いつか料理で使おうと思って、降りましたと思うさ。優秀。これ電車ってもう一回乗ったらいいのかな ?3 日間拘束される、これもしかして。1日目。また事件起こるんかな。ねえ、ちょっと一回コックさんのとこ行ってみましょうか。乗れるんかしら。もうマリオだって顔パスでいいのかな。お届け物でーすっていう。よし。もう馴染み深いこのリッチリッチエクスプレス。あ、社長さんどうもっす。お久しぶりです。ウィス乗せてください。ではお気をつけください。何回でも乗れるの。1回買ったら一生乗れるじゃん、これマリオ。え、ガチャ発射すんの、やめてよコックさんにお届け物をしに来ただけなのに、どうして。でもかっこいいからいった。レチェルチェアクスプレス発射。3日間マリオ強制休暇です。ゴロゴロするかマリオ。めっちゃ走っとるけど。4号車がお化けいるとこだったっけ。ねえ、死の部屋、こいつまだいる。ねえ、お化けくん、お化けくん、お化けちゃん、もういない。さすが、いった、出てきた。元気してた、最近調子どうですか。いや、何こいつ。ねえ、この部屋の幽霊を、幽霊にしたらひょうひょうとした人ね。やっぱ幽霊は幽霊よ。怖いね。何も入っていない。本当かな、日記が入ってんじゃないかな。え、これ誰もいなくなったの。デブな人いる、太っちょキノコいない、太っちょさんいた。グルメさん、もうここの料理美味しくてもう列車降りる気になれないんですよ。え、太りすぎてドア通れないんです。食事はルームサービスだから通れなくても平気でも、どうしよう。トイレはないけど風呂も入れねえじゃん。だねー、なんかくせえと思った。オッケー、じゃあちょっと届けに行くか。え、ウェイトレスちゃん元気してるかな。あの子可愛いんだよな、見た目マジで。あれ、なんだお前は。客は皆浮かれてるが、旅がいい思い出ばかりとは限らないんだぜ。気分が悪くなったり、スリや置き引きにあったりと嫌なこともたくさんあるんだ。ちゃんと注意しましょうってことだね。お客さんよ、旅するとき健康管理気をつけないといけないわね。せっかくの旅が台無しになったら物足りないもんね。なんか旅行行って風邪ひいたりしたらマジ最悪だもんな。いらっしゃいませー、かわいい。よし、おゆうす持ってきたよ、コックさん。はい、おー、ムシュー、あなたが依頼引き受けてくれたのですね。欲しい食材は3つです。黄金葉っぱと卵にマンゴー、どれも一角含めたっぷりで私の得意なキノコ料理使いたいです。あるよ。はい、葉っぱだよ。ゴールドに輝くシェピのライフ、これまさしく黄金の葉っぱ。オッケー。はい、次。卵だよ。プニコが持った。綺麗にまんまくときめくエッグ、これはまさしく不思議な卵。よし、次。マンゴー。カラフルツーダクフルートロヒコマンゴー。受け取りました。オッケー。すべての食材受け取りましたよ。
コック魂を奮い立たせるものばかりです。お金ください。高かったからこれ全部。ありがとう。募集50コインぐらいくれ。40枚。ああ、まあまあまあギリギリ許そう。今回体当たったね。でどうやって降りるのこの服で。ね、新しい子がいる。バキューンバキューン、僕は我慢だ。保安官でも OK。 極悪人ゴンザレス発見。大事だ。なんでゴンザレスって知ってんだお前。お客さんよ、列車に出るお料理って美味しいからついつい食べ過ぎちゃう。降りたらダイエットしなくちゃね。まあ、旅してさ、こんな毎日歩き回ってるから大丈夫じゃないの。むしろカロリー取らなきゃ死んじゃうよ。ほんと頑張ってね。ね、お客さん、あ、なんか新しいお客さんがいる。勇気を出して旅先から好きなあの子に手紙を書こうと思うんだ。伝えたいことはたくさんあるんだけど照れくさいな、直接言ったら。でも出先から送るっていうのはいいね。メールとかね、 LINE とかない時代だもんね。 DM とか送れないもんね。もうめっちゃ子供ばっかなんだけど。ここ突然だけどクイズです。のこ太郎と10回のです。のこ太郎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 言ったよ。うん、10回言った。はい、では問題です。お相撲の行事がすることは残った。いや相撲ブブー。え、行事は行事をするのです。なんだこいつムカつく。なんだこいつ、残った残った残ったじゃないのか。みんな違う人乗ってる。運転手さんと車掌さん大きくなったらどっちになろうか迷ってんだよ。ねえ、どっちもなれないかもよ。夢というのは厳しい。頑張れよ。でも電車に揺られると人生において今日が何日かなんか大したことじゃないって気づくんだよ。前から見たかったテレビ番組が今日あったとしてもどうでもいいって気分になるんだ。そうだね、毎日適当に過ごそうみんな。うぇーっす。まだ時間かかりますからね。あ、部屋で休んだら時間が進むんだ。ちょっと俺やらかしたな、めんどくさ。でも全部の部屋巡ろうぜ、せっかくだし。うわ、なんか落ち込んでる。2号室。はっ、列車っていうのはどうしてこんな眠気誘うんだ。眠かったんか。ねえ、こうして話していても、はぁ、夢の世界へ。ガチ眠そうじゃん。でもわかる、電車とか車とか、まあ、バスとか、まあ、何もそうなんだけど、乗り物って眠くなるよね。飛行機も9割寝るしよ。旅の始まりはいつもウキウキワクワクドキドキ。ねえ、でも旅の終わりになると寂しさが押し寄せてくる。楽しくてやがて悲しき旅、お祭り、そして恋。何言ってんだ、ポエマーだよね。ピンポンパンポーン。当列車はまもなく終着駅ピカリーヒルズに到着いたします。僕大きくなったら車掌さんになるんだ。今なりたい。子供ばっかだね乗ってるの今回。夢があっていいことだな。な、だって運転手さんにも話聞くか。久々にピカリー、いや、リッチリッチエクスプレス最高って言ってんかな。またようこそリッチリッチエクスプレスへ。ピカリーヒルズへご案内しますよ。もう最高してないこいつ。それでは寝るか一回。まあ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 、もうピカリーヒルズまで3日間寝ます。マリオおやすみなさーい。そんな寝ることないやろマリオ。いやでもだからマリオが言う休暇なんだよこれ。強制休暇マリオ。ピンポンパンポーン。あ、出た。さっきの子供が言ってるかも。ピカリーヒルズでーす。3日間よう寝たわ。まあ、世界救ったしなもうマリオは。お疲れ。よし、じゃあ次最後の依頼受けに行きましょうか。この演出はまた見れるんだね。さて最後の依頼です。皆様お疲れ様でした。敵を対して体重を見たくてそばまで来てるんだが敵が多くて先へ進めないのだよ。敵を全部倒してくれる人いないだろうか。大使のそばにある不思議の森の中で待ってる。不思議の森。ファビオ何しに行くんだよ。ファビオあそこに怒りあれよ。なんか依頼ありますか、言いたいことね。なさそうですか。はい、じゃあとりあえず体重行きますか。ここのステージはね、デザイン二重丸だよね。本当に何回見ても綺麗だと思うわ。ここいいステージ。これ敵倒していったからこいつら倒すってこと。どういうことねえ。こいつか。よう元気してたか。おお、依頼来て受けてきてくれたのか、助かるよ。体重見るためにはるばるこの森にやってきたんだか。この先に敵がうやうや。私の腕ではタッチ打ちできず立ち往生してたのだよ。この先を全部倒してくれ。おい、最後の依頼バチクソ簡単じゃねえかこれ。なあ、もう終わるよこんなの。
うるせえ。来いや、おら、ドラ、終わったぜ。おお、敵全部倒してくれたが、これで隊長見ることができる、感謝するよ。これは俺だ。あ、いや、どういたしまして。さて、こんな簡単な依頼。いいっすか、お先失礼するよ。え、ほんま終わり。終わっちゃったよ、ちょっと待って。嘘やん、俺今びっくりしてる。さあバビオ、何見てんの。体重大きいだろ。愚かな歴史を繰り返す我々を見て、この木は何を思うのだろう。何もできずただ見守るだけ。いや、血は何もできまいという、このおごりに満ちた考えこそ人の愚かさなのだ。哲学者ですね、この人ね。人は愚か、人類は愚か、ということです。プリコー、卵ちょうだい。ねえ、世界を救ったマリオさんがこうして会いに来てくれたので、プリコ感激。ねえねえ、マリオさん暇、遊んでいいよ。またクイズする？謎謎したいよ。ねえ、いつものやつな、優しい問題。いやいやいや、バッテンダーが、ルイージが、マリオが、ねえ、ちょめちょめな。ねえ、カメはナームさん。プリコ知ってるよ。ピーチ姫が好き。イエイ。プリコ答えられない、謎はないんだよ。ありがとう、卵ちょうだい。ちょっとね、今後料理作っていかなきゃいけないから、プリコの卵食べなきゃな。卵料理しなきゃ。おばば元気してた？プリ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 。はい、とりあえず100階ダンジョンじゃないわ、危ないと思ってきます。はい、とりあえず依頼はこれで完璧コンプリートでーす。全ての依頼を完了した。やったぜ、褒めてくれ。依頼で怒らみなら、お困りならどうだい。全て完了したみたいだね。おめでとう、君に教えることは何もないよ。最近依頼が来ねえんだよ。あんたがどんどん依頼をこなして、世界中の悩みを解決しちまったのかもしれんな。ハッピーなことだから、こっちは商売上がったりさ。依頼がでも溜まってるよりはいいじゃんな。さて、ちょっと気になったんで、ここの人がなんか会話増えてないかだけ気になろうかな。見てみようかな。あ、ダンジョンとドラゴンってなんか増えてるの、これ。教えてください。なにこれ、ゲーム違くない。魔物は宮殿近くにダンジョンを作り、恐ろしい怪物を解き放ち、100階ダンジョンかな。そして気になるものは即座にそのダンジョンへ放り込んだという。また魔物にはボンババ、ブンババ、ゾンババという3匹のペットがいた。ゴンババと、どれだっけ、なんか1匹多いな。お兄ちゃんがいたよね。ドラゴンは各地を暴れ回り、人々を震え上がらせた。3匹のドラゴンたちの亡骸は今もなお確認されていない。もう1匹俺たちが知らないドラゴンがいる可能性。めちゃくちゃ、待って、なんか増えてる増えてる話が。ねえ、魔物の呪い、なんですかこれ。魔物を封印することに成功したかに見えた4人の勇者たちだったが、一瞬の隙を突かれ魔物に呪いをかけられてしまったんだ。スターストーンを持っているうちは呪いから逃れられるが、ストーンストーンを手放すと黒い箱が現れて、魂を閉じ込められてしまうというものだった。え、黒い箱のやつらって勇者やった？もしかして元勇者。しかし勇者たちは封印が解かれないよう各地を巡り、スターストーンを隠すことにしたんだ。そして最後には4人の勇者は全て黒い箱に魂を閉じ込められてしまったのだ。そういう話だったら4人の勇者ってあいつらやったんだね。ねえ、なんか悪いやつに見えなかったあの黒い人、そういうことやったな。さあ、大きな木と国族。勇者がスターストーンを隠した場所のいくつかは物語に伝えられている。共通の一つは勇者クリフォーが不思議の森の大きな木に隠したと言われている。その頃、不思議の森のあたりには恐ろしい怪物たちがたくさん住んでいた。力の弱いプリン族は怪物たちにいじめられてとても困っていたらしい。そこで勇者クリボが大きな木をプリン族が住めるよう作り変えた。喜んだプリン族はその俺に勇者が託したスターストーンを守ることを約束した。なるほどね、いいやつだったんだな。そしてテレサ、勇者テレサはどこ行ったんや。プリン族のところで新しい努力があったもんな。ねえ、勇者テレサはスターストーンのある G に隠したと、近くの村でひっそりと箱に封じ込められたんだ。村の中にあった。その G には今もスターストーンが隠されたままだという。
ね、コロコロする技覚えたもんな。海賊王コルテス。コルテス俺たちのコルテス。俺たちのアッシー君です。勇者のこの子は、スターストーンの封印場所を求め、南の島にたどり着いたんだ。しかし疲れ果てたのこの子は、南の海の海賊王コルテスに捕まり、スターストーンを奪われてしまった。のこの子はそのまま箱に魂を奪われたのだ。コルテスはスターストーンを単なる宝石と思い、やがてはどこかに埋もれさせてしまった。ねえ、持ってただけだもんな、コルテス。勇者キノピオ。なんか衝撃の事実かやけど、このゲーム。怪力の勇者キノピオは、スターストーンを持ったまま放浪の旅を続けていた。これあれかな、あのゴルツキターの地下のやつかな、多分紙飛行機になるやつ。しかし旅に疲れから途中で力尽きてしまった。たまたまそこに通りかかったとある神官の看護によって命を助けられたが、いずれは呪われ箱に閉じ込められてしまう運命を神官に告げ、スターストーンを安全な場所へ隠すよう頼んだ。え、どこに隠したんこの神官さんは。わからへんなこれ。ねえ、で魔法の地図、これ最後ですね。話増えてんだ。スターストーンの封印が永遠に続かないと考えた勇者たちは、いつか再びスターストーンを必要とする人のために、あー、ま、ピーチが最初ゲットした地図か。スターストーンがどこにあるか分かる地図を作った。そして悪いものがスターストーンを手に入れられないように、その地図を心の清きものしか開けられない箱に封印したピーチ姫。なるほどね、これが物語の裏設定、裏話でした。なかなかに面白い話だったな。なんでこの人知ってるんだろうね、あの子、このこと。よし、じゃあ今日はね、もうちょっと終わりにしようかなと思うんですけど、最後にちょっとだけ料理作ろうかなと思います。はい、ちょっとここら辺はちょっと攻略サイト見ていくことをご了承ください。普段は全然見てないんですけど、ここら辺とかは見とかないとわからないのでね、料理は。ごめんなさい。ね、料理、こんな風に58個あります。ちょっと全部埋めていきましょうか。上から順に埋めていこうと思います。クエストでゲットした相手やつはね、なんかゲットした判定になってますね、このあたりで。ね、ムースのやつとか、いろいろと。よし。じゃ、まずやっていきますか、上から。何個かだけ埋めましょう、今日。はい、一つで作る。まず二つ目のやつですね、緊急キノコ使います。高っ。高っ。いきなり重。いきなりえぐいやつやけど、大丈夫。緊急キノコを塩かけて火つけて、まあうまいな、そのままでも、うん、焼いて塩かけたらうまいってやつ。ありがとうございます。ホイル焼きキノコ、うますぎる。よし、次です。はい、次はウルトラキノコ使います。重いな大丈夫これ、重いな、だいぶ。はい、じゃあここら辺もちょっと飛ばしていきましょうか。はい、ありがとうございます。はい、キノコステーキ素敵ねーってことで、やったね。じゃ次から2つですね。はい、じゃあ次はキノコとメープルシロップで作れます。いきましょう。前はキノコとね、ハニーシロップだったらハニーキノコが作られたんですけど、このメープルシロップで作るとこんな風にメープルキノコができるらしいですね。5、10回復、結構大変だなこれね。で、スーパーキノコと、もうちょっとメープルでも作れるのでちょっとやっちゃいましょうか。スーパーキノコとメープルでも今手持ちであるやつでできるやつやっちゃおう。まあご存知のところ、もうお察しの通り、これで重々回復かな、これ多分これでね。はい、お、色変わったメープルキノコエーススーパー最高で、これウルトラキノコでも作れる。なんでだ、メープルシロップ、やばい、アイテムがどんどんなくなるどんどんなくなるどんどんなくなっていく、やばいって。まあまあ次のね、100回ダンジョンそろそろ挑まなきゃいけないから、そこで持っていけるからね。50と10回復まとまってるのがいいね。いいのかな、いいのかそれ、本当に。今日簡単な後を作って終わろうかな。あとは、それ卵もらってたね、卵。これ。卵を焼いたら何になると思う？みんな。俺でも作れる料理がやってくる。出て作ってるの。卵洗ってる？塩かけてる。ねえ。焼いてからかけない？普通。そう。これは、目玉焼きでーす。うまい！目玉焼きはうまいからな。よし、じゃあ次最後ですね。最後が、これ、ファイアフラワー。もうこれも単品で作れるみたいです。ファイアフラワーで食べれんだ！ねえ、もう燃えてるみたいなもんなのにね。よし。できたよ。
スープができるよ。熱々スープ、いや44回復する、結構いいじゃん。オッケー、あざした。オッケー、じゃあさ、これでね、料理リストこんな感じでちょっと今後も埋めていきましょうか。今のでね、ちょっと埋まって、21まで埋まったね、今ので。うん、まだまだ全然終わってないっす。多分後半になってくると、なんだろう、素材集めが多分大事になってくるかなと思うので、素材集めを頑張っていかなきゃいけないと思うので、料理集めはコツコツやっていきましょう今後。うん、はい、じゃあ次回は100回ダンジョン100回まで攻略編やっていきましょうか。やっぱやめるかもしれませんが、うん、分かったですけど頑張ります。はい、それでは見てくれてありがとうございました。ダイタラでした。また次回の動画でお会いしましょう。次どうなるやら。